自民党の新藤政調会長代行のもとを訪れたのは、湯崎知事と全国知事会の会長である平井鳥取県知事です。今回の要請書は昨日行われた全国知事会で了承されたもので、地方創生などの観点から全国的な鉄道ネットワークは必要として、国に対し JR 各社へ経営支援などを行うことや、鉄道ネットワークの維持のための法整備を求めています。これはなくなると簡単に回復しないということがあって、これからその先ほどの法制化とかですね、あるいは議論の進め方ということについても非常に大きく期待をしているところです。全国のローカル線をめぐっては、今月4日に斉藤国交大臣が国主導で運行事業者と自治体の協議会を設けるため、制度面、予算面で具体的に検討を進めていることを明らかにしています。